キリギリスさんとアリさんあるところにキリギリスさんとアリさんがいました。アリさんは毎日重いものを運んで一生懸命働いていました。時々アリさんはキリギリスさんが一人で歌を歌っているのを見かけました。アリさんは言いました。なんてバカなんだキリギリスさんは。僕は毎日こうやって働いている。 あの人は一人で歌を歌って生きていけるわけないじゃないか。ある日のことです。キリギリスさんは歌を歌っていました。その時です。アリさんがびしょ濡れになって、よたよたと歩いているのを見かけて駆け寄りました。どうしたのアリさん、大丈夫かアリさんは言いました。僕たちが一生懸命物を運んでいると、 人間の小学生が僕たちにおしっこをかけて、僕は仲間からはぐれてしまったんだ。僕はもう許せない。僕ももう死んでしまう。僕はもう死ぬんだ。人間に仕返しをするんだ。キリギリスさんは言いました。アリさん、僕の歌を聞いてみないかそしてキリギリスさんは歌いました。愛しー、許しー、 生かされ、死なされる。愛し、許し、生かされ、死なされる。ルルルルル,ル、ラ,ララララ。愛し、許し、生かされ、死なされる。ルルルルル,ル、ラララララ。そんな歌、聴きたくない。 アリさんが行ったときアリさんの仲間たちが駆けつけてきました。仲間たちは言いました。歌声が聞こえたから来てみたんだ。そしたら君がいた。仲間たちはこっちだよ。一緒に帰ろう。アリさんは言いました。ありがとうキリギリスさん君が勇気を出して歌ってくれたから仲間は気づいて助けに来てくれた。 その夜、アリさんはその時のことを思い出しました。愛し、許し、生かされ、死なされる。愛し、許し、生かされ、死なされる。ルルルルル,ル、ラララララ。ありがとう、キリギリスさん。キリギリスさんは歌を歌って僕を助けてくれたんだね。 歌でみんなを助けてくれていたんだね。愛し、許し、生かされ、死なされる。ルルルルルラララララ。アリさんは一晩中歌いました。